よろしくお願いします。それでは原にマイクを渡します。ヨドバシカメラ、付近をご利用の皆様、大きな声で大変失礼いたしております。兵庫県議会議員選挙でですね、得票がゼロであった原木之でございます。ただいま兵庫県を相手取り、裁判をいたしております。この裁判にもですね、勝たせていただいて、またね、この参議院選挙に勝ってですね、立花隆、必ず国政に押し上げ、グランブル放送、これをね、実行させる、これはね、我が党のワイン、これは必ず実行させていこうと思っております。でね、NHK の、受信料に関してなんですけれども、皆さんもご存知か、ご存知じゃないかは分かりませんけど、基本的には公共料金、公共料金というにかかわらず、NHK の受信料は皆さん、前払い、これ知ってました？受信料が前払いやっていうの知ってたっていう人、ちょっと手挙げていただいたら、すごいありがたいです。ああ、ね、もちろん、党の人間は知ってる、当然の話ですね。これ受信料がね、前払いなんですよ。しかも2ヶ月、6ヶ月、12ヶ月、で、使うか使わんかわからんもんに、先払い。公共料金ってみんなどんな感じで払ってますかね。言うたら今近くにありますね、阪急、阪神、JR、 家庭で使ってるね、電気、ガス、水道、使った分だけね、料金を支払う、それが公共料金で支払い制度になってると思います。しかしね、あの巨大組織土壌カーセックスを隠蔽している NHK は料金前払いなんですよ。で、しかも勝手に皆様のお宅に電波を流しておいて金を払え、ね、一昔前の暴力団のおしぼりみたいなもんです。必要ないのに、ね、おしぼりを店に持ってこられてみかじめ料や金持っていかれるんですよ。でもね、今その暴力団ですら暴対法というね、法律ができて、おしぼり入れてません。皆様からすれば怖い怖い、あの暴力団ですらね、今みかじめ料取ってないんです。でも NHK は未だにですよ、勝手に皆様のお宅に電波を流すね、で、見ようが見まいが金を払え、年間にしたらね、2万7千とか1万5千、ビビたるお金かもしれません。しかしね、実際私の元には、このお金を払う、ね、払えない、殺されるかもしれない、こういったお年寄りの電話がいっぱいあるんです。年金をいただいててもね、月にしたら6万円とか、そういった方に1500円の受信料でも高いんですよ。よくよく考えてください。1500円あればね、ワンチャン5キロのお米が買えるんです。そのお米を買うよりも NHK に受信料を支払えと言っているあの鬼畜ども、本当に危ない集団です。僕はね、最初この NHK から国民を守ると、昨年末統一地方選挙に出ませんかというね、ある知人からご紹介いただきました。名前がふざけとるなと、そもそもこんな党ない、何ができんねんと、でいろんなね、ずっとお断りをしていました。でもすごい一生懸命お誘いをしてくれる、じゃあ一回ちょっと頑張ってみようかと。ただ私も仕事してます、その中でできる範囲でやりますね。でもね、できる範囲で最初やってたんですよ。統一地方選挙前の政治活動、空いてる時間だけやってました。でもそんな活動の中でも多くの方から電話いただきます。助けてください、 NHK に殺されます、そういったお電話をいただくことがね、増えてくると、ちょっと真剣にね、この党で頑張っていかないといけない、そう思ったからね、
統一地方選挙前一生懸命頑張りました。一生懸命頑張った結果、得票数はゼロでございました。しかしこれはね、実質2992票という伊丹の市民の皆様が私に投票していただいております。この2992票をですね、有効票にするために今兵庫県選挙管理委員会を相手取って裁判を起こしております。このね、得票がゼロになった経緯というのが、私が、同一市町村に3ヶ月の居住実績がなかった、こういうお話であったんですけども、そもそもおかしいのが兵庫県の選挙に出ているんです。兵庫県に私は4ヶ月いてました、ね、兵庫県の選挙に出てるのに兵庫県に4ヶ月じゃダメなんです。一つの市区町村に3ヶ月以上おらなあかん、関係あると思いますか。これ僕が京都の選挙に出てるって言った話は別です。大阪の選挙に出てるって言った話は別です。兵庫県の人間が兵庫県の選挙に出るんです。それやのに認められへんね、そんなおかしな制度があるんですよ。一つの市町村で3ヶ月、それは市会議員でしょ、思いませんか。市会議員がその市以外のところに出られへん、こういうものが、こういう制約があるから、ね、県は県で、国政は国政でっていう制度があるわけじゃないですか。しかし今の公職選挙法に関しては、市区町村に3ヶ月、ね、居住実態がないと認められない。じゃあ皆さん、居住実態って何ですかって話です。私この参議院選挙立候補するにあたって、兵庫県の選挙管理委員会ですね、いろんな手続きをしてきました。居住実態は何ですか、ね、質問をしてきました。この居住実態、住民票ではないんですよ。そこに住んでいるか住んでいないか、私は住所はそれまで大阪にありました。しかしずっと尼崎に住んでるんです。もう6年間今の家にずっと住んでます。家庭の事情で住所を大阪に移しただけです。このことを選挙管理委員会にぶつけたときに、両方の選管は顔が青ざめてました。で、裁判の判例でも、以前にも裁判で、裁かれた経緯がある。この時のね、裁判の結果というのが、住民票ではなくそこに居住していたかしていなかったかということなんです。で、私は今現在いる自宅、ね、6年間住んでいたという証拠を出せますよというふうに訴えております。だからこの兵庫県のね、県議会選挙得票ゼロだった分がですね、しっかりと2992票、伊丹市民にいただいた票はですね、有効票として認められるであろうと確信しております。こういったものをですね、代表立花がいろんな知恵を貸してくれ、また加藤先生がいろんな知恵を貸してくれ、一つ一つクリアしていってるんです。だから私たちが言っているワンウィッシュ、スクランブル放送を実行する、これは必ず実現できます。さっきも8番のトークにもあったと思います。喧嘩の仕方心得ます。政治家あるまじき喧嘩の仕方を実行します。私たち NHK から国民を守るといろんな人間が揃っております。でも山本太郎が言ってましたよね、空気の読めない素晴らしい人間の集まりなんです。今はね、僕は、まあ、日本人のね、いいとこでもあり悪いとこでもあると思っているのが、周りの目を気にしすぎる、結局は空気を読まないとこの社会では生きていけない、そこに大きな問題があると思ってます。人の目を気にする必要はないんです。嫌なことは嫌とはっきり言うね、今までの日本ではなかったことかもしれません。しかし時代は変わってます。今の20代の若い子、嫌なことははっきり嫌と言います。それを育てた親御さん、嫌なことを嫌と言えない、
でも子どもにはいろんなことを強要する、ね、そういった腐った社会はやめましょう。あかんもんあかんとはっきり言う。だからこの参議院選挙において、ね、どうか私たち NHK から国民を守るとおり大きな力を貸してください。立花を国政に上げる。じゃあスクランブルが実行される、ね、じゃあ私たちは回答する。はっきりと言うてるんです。だから今回の選挙だけでもいいです。 NHK から国民を守るとおり皆様の一票、ね、お力添えよろしくお願いします。ヨドバシカメラマンより NHK をぶっ壊す。いや元気やね、原君。原君、今までにない。原君、まあ、怖いな、元気やけど怖いな。原君がやったら怖いな。ありがとうございます。